ですね、僕のコンサル生からこういったメッセージいただきましたので、ちょっと動画で答えていきたいと思います。動画更新ありがとうございます。これ僕の、コンサル生の方に限定動画を渡しているので、月に数本ですね。まあ、例えば YouTube とは、YouTube で一般公開しているのとは別に、もう限定でですね、多分3、長ければ30分ぐらいの動画を撮って、で、あとはまあ、10分ぐらいの動画を撮って、まあ、多分1時間前後ぐらいの動画っていうのを毎月お渡しさせてもらってるので、まあ、そのまあ、お礼ですね。ありがとうございます。で、僕もいろんな方と Zoom とかですね、いろんなコンサルとかスクールってどんな感じだったんですかっていろいろ聞いたことはあるんですけど、やっぱり動画で答えてもらったことはありませんとか、てか動画で答えてくれた人って今まで一人もいなかった、聞いたことないですね。その動画で、答えをもらったとか、なんか月に何本も限定動画をもらったっていう方は一人もいなかったので、やっぱりそういった部分が分かりやすくて、その結果が出てる人が多いのかなっていうのも思いましたね。で、本題がですね、毎日コツコツと継続がこんなに難しいと思ってませんでしたと。できてない自分に失望する毎日といつも焦りは感じています。で、楽しみながら習慣ができるように日々挑戦してます。で、僕がからいただいた知識、まあ、知恵を生かしてリサーチの動画を復習するようにしております。いつもマインド動画とかリサーチ動画ありがとうございますっていうことですね。で、まず最初に、毎日コツコツと継続がこんなに難しいと思っていませんでしたってことなんですけど、やっぱり継続って、作業っていうよりもタスクにしちゃったらいいと思うんですよね。だから、例えば、その1週間の、まあ、やるべきことリストみたいのを作って、タスクリストを作って、例えば毎日、そうですね、30品出品するとか。だからこれは作業ではなくてタスクになるんですよ、日々やること。だから例えば、日々食事するじゃないですか。夜ご飯食べたりしますよね。これもある意味タスクになるので、その作業っていうのも、まあ、タスクっていう考えでやっていくと、結構継続とかってできるんですよ。そう、だから、なんか、やるべきこと、やらなきゃいけないことではなくて、なんか、毎日これを必ずやるタスクリストみたいのを作るとか。で、できてない自分に失望する毎日ですが、焦りを感じてますってことなんですけど、まあ、特に焦んなくても全然大丈夫なんですよ。なんでかって言ったら、結局、安く買って高く売れる能力さえつけちゃえば、別にある商品を狙わなくったとしても、どんな商品でもリサーチできればいいわけなんですよ。で、市場が変わってもいいんですよ。eBay じゃなくて、例えば Amazon 輸出とか、なんかストアーズとか今いろいろありますよね。ベースとか。だから安く買って高く売る能力さえ身につけちゃえば、まあ、どこでもそれは応用できるわけなので、だから別に焦ることはないんですよね。そう。でも、この考えはすごく大事で、やっぱり自分の今の欠点があるかもしれないし、焦りを感じてるってことは、ある意味自分自身にプレッシャーをかけていて、プレッシャーがかかっている状態っていうのは、やっぱり勉強しなきゃとか、改善しなきゃっていう気持ちになってるわけなので、やっぱり勉強しなきゃとか、改善しなきゃっていう気持ちがあると、それすなわち右肩上がりになってくるじゃないですか。だから例えばずっと同じ仕事をしていて、休みの日はずっと例えばパチンコに行って、で帰ってきたらいつもご飯食べて寝て、これだと何も成長しないんですけど、ある意味自分自身の欠点であったりとか、やるべきことに気づいた時って、それでも成長するしかないじゃないですか。だってそこの部分をしっかりと自分で認めて、で、これをやらなきゃとか、ああ、ちょっと焦ってるなってなったら、それを改善するために日々行動、日々勉強できるようになるわけなので、すごくいいことだと思いますね。逆にいいことだと思うんですよ。そう。だから僕が例えば、なんかあぐらかいて、なんか、そうですね、生活費ぐらいは簡単に稼げるから、日々毎日何もしないで、なんか毎日ゴロゴロしようってなっても、それって焦り感じないじゃないですか。でも逆に、市場っていうのはすぐ変化して、変化がすごい速いスピードで流れていく時代なので、変化に対応するためには勉強しなきゃ、じゃあ勉
やっぱりその自分自身の欠点であったりとか焦りっていうのはある意味成長につなげてくれるので、僕はすごくそこに気づいてる方っていいといいと思いますね。もう絶対プラスだと思うんですよね。だってそこに気づかなかったら、だって成長できないじゃないですか。成長する意味がない、今まで通りでいいやっていう感じになっちゃうので、それだったらそこに気づいて、あ、やらなきゃとか、あ、ここをちょっともうちょっと改善しようかなとか、こういったことできるのすごく僕はいいと思いますね。で、楽しみながら習慣ができるように日々挑戦ですってことは、そうですね、楽しみながらやるっていうことがいいんですよ。要はやっぱり習慣っていうのは、楽しいから、楽しいことであったりとか自分にプラスになるから習慣できるわけなんですよ。僕ね、前コワーキングスペース東京で借りてた時に、近くにグラウンドがあったんですよ。まあこれ余談なんです。余談っていうか、なんか雑談なんですけど、でその夕方ぐらいにいつも子供と父親がサッカーの練習に来るんですよ。でサッカーの練習もなんか楽しかったら、なんか子供も楽しそうにやるかなって思うじゃないですか。でもその親子をですね、よく見てたんですけど、たまに散歩しながら、そうするとお父さんがいつもキレてるんですよ。なんかもっとちゃんとここをなんちゃらやれとか、なんかもっと走れとか、なんかもっと反応しろとか、すっごい怒ってるんですよ。常にずっと怒ってて、で子供もなんかシュンってなってるわけなので、なんかそんなことって毎日やりたくないじゃないですか。だからそれって僕伸びるのかなって思っちゃうんですよ。なんかそんな常に怒って子供って伸びるのかなって思って、なんかそれって別に習慣化できないし、楽しくないともうやりたくないってなっちゃったら、それだとサッカーの練習する意味もないと思いますし、だからそれ見た時に、なんかそれって意味あるのかなって、なんかふと疑問に思ったっていうのが一個あったんですよね。そう、だからその習慣するためにはやっぱり楽しむか、自分に成長、やればこんだけ返ってくるからやらなきゃとか、だから未来を見据えて習慣化にするか、楽しいから習慣化にするか、この2つがある、この2つのどっちかがあることだったら習慣化してもいいかなと思うんですよね。日々挑戦っていうのもいいですよね。やっぱ日々挑戦イコールチャレンジするので、チャレンジしたら結果が出るじゃないですか。いい結果、悪い結果。でもチャレンジしないといい結果も悪い結果もフィードバックってもらえないんですよ。だからチャレンジすればするほどいい結果ももらえるし、悪い結果ももらえるので、だからこそ、要は結果が出るので、そのいい結果が出ればそのラッキーじゃないですか。だから10回チャレンジして悪い結果が8個でもいい結果が2個あれば、全然プラスじゃないですかってことなんですよね。だからそのエジソンとかも、その電球でしたっけ、なんか開発して、なんか私はその失敗する方法をやっただけだみたいな、あ、なんだっけ、そんなことを言ったんですよ。あ、だから電気がつかない方法を何万回チャレンジしただけだみたいなことを言ってて、そうだからそれは失敗だと思ってなくて、成功するためのやっぱりチャレンジなんですよ。チャレンジしたからフィードバックがもらえたわけじゃないですか。いいフィードバック、悪いフィードバックっていう形で。このすごいいいことをですね。で、僕はそうですね、リサーチ動画とか復習。これもそうなんですよ。僕ですね、YouTube って今まで2年前とか3年前って同じ動画って1回しか聞かなかったんですよ。で、もう2、3年ぐらい前、2年前とかにマインドが変わって、同じ動画でももう5回10回で聞くようになったんですよ。これね、そのうち気づくと思うんですけど、1回動画を聞いただけじゃ何も自分の中にインプットされてなかったんですよ。で、同じ動画を5回聞い、例えば3回とか聞いた時に4回目聞いて、あ、この後これ言うんだなとか、これ言うの覚えてるわとか思うと、それってインプットされてるんですよ。だから僕同じ動画でも今最近バンバン聞くようにしてるんですよね。いつも動画とか、そうですね、ありが、いや、こちらこそありがとうございます。
やっぱりですね、継続するためにはですね、いつもこう、やっぱり継続って僕すごい大事だと思ってるので、継続するためにやっぱり環境の投資ですよね、設備の投資。例えば環境っていうのは、座りやすい椅子であったりとか、作業しやすいデスク。で、デスクの上には物が一切置いてなくって、パソコンだけが置いてある環境であったりとか、Wi-Fi が遅すぎて作業したくない。だったら Wi-Fi を早いものに変えるとか、で、椅子も例えばギシギシなるとか、なんか座りにくいとか、じゃあいい椅子使いましょうとか、で、部屋が散らかってるってなって、作業ができないってなったら、じゃあ部屋を今度片付けるとか、断捨離をするとか、で、例えば外で気分転換にスタバに行ったりとか、コメダに行って、パソコンだけ持って作業してみるとか、こういった形で継続するためにはですね、やっぱり何かしらの投資であったりとか、やっぱり変化っていうことが大事なので、やっぱりそういったことに目を向けると、いや、作業効率っていうのは絶対良くなって継続することができるんですよ。前の僕の友達はですね、フリーランスだった友達いるんですけど、毎日朝ですね、デニーズ行って2時間ぐらい作業してる友達もいましたし、まあ、あとは、まあ、例えば休みの日は必ず、例えばコメダコーヒー行って、毎日半日ぐらいいるっていう方もやっぱりいらっしゃいますし、まあ、そんな感じでですね、やっぱ負荷かけてるんですよね、どっかしらで。どっかしらでやらなきゃいけないとか、選択肢をなくすための負荷をかけてるわけなんですよ。継続、あとパソコンですよね、パソコンが遅いとか、例えば Windows Vista 使ってますとか、Mac だったら昔の MacBook 使ってますとか、で、あとコンセントがないと、例えば、パソコンがすぐ充電切れちゃいますとか、じゃあパソコン新しいの買って、よく環境よくしましょうよっていうことなんですよね。あとマウスとかもそうですよね。有線のマウス使ってると、コードがなんだかはちゃめちゃになっちゃうけど、無線のマウスにしましたとか、こういったこともすごい大事なんですよ。で、あと気分転換で外で作業するっていうのも、さっき言ったようにコメダとかスタバとか、あとファミレスとか、今って本当にどこでも Wi-Fi 通ってるんですよ。だからパソコン持ってって Wi-Fi 通して作業する。で、しかも、11時とかやってるじゃないですか、コメダって夜の11時です。ガストとかだと夜の2時まで、夜中の2時までやってたりとかするじゃないですか。場所によっては多分24時間やってるところもあるんですかね、多分あると思うんですけど、だからそんな感じで気分転換で外で作業してみるってこともすごい大事で、あとこれがですね、すごく僕の考え、もう独学で考えた理論なんですけど、例えばですね、1年前、今2021年なんですけど、2020年に、これね、質問なんですけど、2020年に、例えば思い出に残っていることを、例えば紙に10個、書き出してくださいって言われたら、多分結構考えませんかってことなんですよ。多分3つぐらいはさささって書けるんですけど、10個書けって言われたら結構手が止まっちゃうと思うんですよ。僕自分で問いただした時に、10個書けんのかなと思ってめっちゃ考えたんですよね。何やったっけなみたいな。っていうことは、1年前の出来事って結構忘れちゃってるんですよ。そう。だから例えばなんか20歳過ぎたら時間がめちゃくちゃ早く感じるとかいう人もいるじゃないですか。それって日々の変化がしてないから、思い出に残ってないから早く感じるわけらしいんですけど、だから1年前のことって10個書き出せって言われてもそんなに書き出せないんですよ、実は。まあ書き出せる人もいるかもしれないんですけど、で、それ考えた時に、書き出せない思い出ぐらいだったら自分のためになる思い出になった方がいいじゃんと思ってるんですよ。これどういうことかというと、例えば書き出せないってことは記憶にないってことじゃないですか。その記憶にない行動が、例えばテレビを見てるとか、スマホゲームをしてるとか、例えば飲み会に行ってるとか、パチンコしてるとか、ギャンブルしてるとか、例えばずっと漫画読んでるとか、ずっとゲームしてる、スマホゲームしてるとか、ずっとアニメ見てるとかで、その時は楽しいかもしれないんですけど、ある意味あんまり思い出に残ってないじゃないですか。
でもこれ逆に思い出に残ってないとしても、毎日動画を作るとか、毎日ブログを書きますとか、例えば毎日出品してますとか、毎日リサーチしてますとか、毎日インプットの勉強してますとか、例えば SNS 強くしてますとか、っていうことをやってると、思い出に残ってない時間でも自分のために働いてるんですよ、それって。だから1年前の1年間ってもう二度と取り戻せないんですけど、取り戻せないんだったら、取り戻せて、例えば8割ぐらい忘れてるんだったら、その8割は忘れててもいいから、自分にプラスになってることをやっていたら、それって儲けもんじゃんって僕思うんですよ。だから例えで言うと、例えば、1週間前に注射打つとするじゃないですか。インフルエンザの注射打って、1週間前のその瞬間って痛いじゃないですか。でも1、また昨日ですね、じゃあ昨日注射打ったとして、昨日は注射打って痛かったとするじゃないですか。でも1日経てば、もうその痛いとか痛くないとか一瞬で記憶から消えるじゃないですか。だったら昨日、例えば無意味な行動であったりとか、その積み重ならない行動をやるよりも、何かしら自分のために積み重なっている行動をやった方が、やっぱり未来って良くなっていくんですよね。だから昨日頑張ったから、今日が良くなるし、例えば1年前頑張ったから、1年後自分のコンテンツとか資産が増えているっていうことになるんですよ。でも1年前はその記憶に残ってないし、思い出に残ってることってそんなにないじゃないですか。だったら何も思い出がないんだったら、作業した方が絶対に得じゃんって思うんですよね。だから僕いつもこの理論でやってて、どうせ時間が過ぎてどうせ忘れちゃうんだったら、自分のプラス、未来がプラスになるようなことに、その時はなんか頑張って作業して、取り戻せない時間取り戻せないんだったら、じゃあプラスになることをやろうじゃんって、やっぱり自分で思ったんですよね。だからこれ、過ぎた時間の考え方、多分しっくりくる人はめちゃくちゃしっくりくると思うんですけど、なんかちょっとよくわかんないなって方はよくわかんないかもしれないんですけど、でもね、動画なんて本とかもそうなんですけど、10分話してワンフレーズでもいいところがあればいいんですよ。本だってそうじゃないですか。300ページの本読んで、300ページ丸々いいことが書いているあるわけがないので、300ページ分の、例えば3ページめっちゃいいことがあって、それ自分の糧になりましたみたいな、まあそういうことなんですよ。勉強したりとかインプットするってことは。であとですね、戻ると、その継続が難しかったってことを、作業量を数字で見てましたね、僕は。例えばこれ eBay 輸出になるんですけど、例えばカフェで半日間作業するじゃないですか。で、例えば作業をする前の出品数をメモに取っておくんですよ。メモっていうか、覚えておくんですよ。例えば作業する前の出品数は、例えば1500品だとするじゃないですか。じゃあ半日間やって、これが1800品になってたら、目で確認できて、あ、これだけ俺頑張ったんだっていつも数字で判断してたんですよ。だからこの計測っていうのも隙間時間でもいいんですよ。1時間だけやるとか30分だけやるとか。で、例えば1500品、30分後にこれが1520品になってれば、やっぱり結果として目で見えてるわけなので、自分にとってこれはプラスの行動じゃないですか。でもこれが、例えば30分時間があって、ゴロゴロなんかニュース見てましたとか、ニュースなんてあんなのね、嘘ばっかじゃないですか。メディアのあんなネガティブのばっかニュース流して、しょうもないですよね、ニュースって。だからニュース見てましたってなっても、1500品は1500品のままなんですよ。でも30分とか作業して、その数字を結果で見ると、やっぱりこの結果っていうのは伸びてるわけなので、ある意味作業量を数字で換算するといいかもしれないですね。だからこの時間理論とかはすごく大事に僕思っているんですよ。じゃあ1年後、
だったらこの1年間ってもう二度と手に入れられない1年間だったら、しかも思い出から8割9割消えてる1年間だったら、じゃあ消えてるところを自分のために作業してみようみたいな、結局同じように消えるんだったら自分のために何かしらやった方が得じゃんって思ったので、パソコンでなんか隙間時間で作業したりとか、だからあれですよ、作業するのがめんどくさかったとしたらインプットすればいいんですよ。ワイヤレスイヤホンを耳に挿して隙間時間に動画を流すだけ、これでも十分未来変わることをできるので、全然僕これでも十分いいと思いますね。っていう感じで、継続ですね。継続は確かに難しいんですけど、継続ではなくて毎日をタスク化して、で楽しみながらやっていって、で時間理論、過ぎた時間の考えっていうのを考えて、そう、であとは数字で、結果を見てみるっていうことをすると、またちょっと一歩、いいフレーズがあったらそれを取り組んでもらって、なんかやっていけばいいんじゃないかなと思いますので、ちょっとこのままぜひ頑張ってください。じゃあ失礼します。